ボンジョルノあっちゃんです。今日ね10月12日あっちゃんの壮麗タイムやねんけど血圧測ります。今横でね子供が朝ごはんを食べております。同時撮りします。では眠いねん今147/80/60。20度です。寒くて、ね、飽きませんわいな。はい、いただきます。うん。ああ、ちょっとね昨日いろいろね、喉がちょっと痛くなって、この喉の調子が悪くてね、で、昨日ちょっと用事があって外出てたね。まあ、で近所やねんけどちょっと出かけてて、で空見たらね、もう右から左から前から後ろからケムトレール、ケムトレールの将棋盤かぐらい、格子の目にねケムトレール巻いて、お空でチェスできるぐらいの勢いで、格子になっとったんで、どんだけケム巻くねんみたいな、調子悪いわ思って、まああんまり言うとあかんねんけどね、キムの前って時は本当に体調が悪くて喉がおかしくて、そんな話はねこれぐらいにしといて、なんかねやっぱりそういうのって体がだる重くなるのよ、で今そういう時はまあ外に出ない方がいいねんけど、まあ、出へんわけにいかへんしね、仕方ないんやけど、で家におってもやっぱり隙間から入ってくるしね、俗に言う花粉症ってやつやねんけど、花粉症って言われてんねんけど、言われてるって言ってあんま言うとあかんのか難しいね、ね言論統制が厳しくて難しいね、はい、まあ、獣の話は OK だと思うんだけどね、今のところね、
んな感じでね、ちょっとだるまやねん昨日から。で昨日ちょっと昨日ねの晩ご飯動画がちょぶつ切りで終わってしまったけど、ちょっと諸事情でね、終わってしまったんやけど、まあ、今日朝からもねそんな状態って、ね、ライブもできへんかって、でやねんけど、どんだけ水飲むんやまあそんな感じでね、ライブの状況、ライブのきちゃん、あっちゃんちょっといろいろあってねできへんかって、でまあ今日はね朝から総礼とって、で、まあ、昼からちょっとねいろいろとやりたいことがあってね、なんだろう、昨日だから実況しようもできへんかってんけど、今日ちょっとね実況の喉の調子が良かったらちょっと実況しようかな、できへんかったらあっちしようかな、まあいろんな編集もしなあかんからねんけど、明日実況して、実況しないとね本当もう、うわでも龍がやったからレースがないんやけど、龍が上がるのか、週末ちょっと出かけたいなと思ってて、あ夜入っててね、ちょっと週末の出かけしたいなと思うんだけど、いけるかな、まあ、体調次第、もう、ゲームがしんどくて、頭痛もするんよ、まあ体調戻して、もうそろそろあれやね、甘酒をホットで飲む時期が来たからね、生姜入れてホット甘酒でも飲んでホッとして、あれしようかな、今日は一日過ごそうかなと思ってんねんけどね、甘酒はね飲む点滴って言われて体にすごくいいし体調良くするしね、で体をアルカリ性にするのに重曹飲んで、重曹クエン酸水を飲んで、飲み物ばっかりとお腹ちゃくちゃくなんだけどね、昨日からねちょっとほうじ番茶をちょっと飲むようにしてね、あったかいお茶をまた美味しい季節になってきて、でずっと緑茶飲んどってんけど、ほうじ番茶が飲みたくなってきて、ほうじ茶をね昨日ちょっと飲んでたんやけどね、ほうじ茶はね2番煎じ3番煎じが美味しいって言われ、体にもいい言われてて、まあ、1番茶も美味しいんだけどもね、でほうじ茶を飲んでね、であと今日も緑茶とかねあったかいお茶を飲みながらあったかいものを取り入れてね体調を整えていこうかなと思ってんねんけどね、お茶いいよね、日本人はお茶やね、緑茶はね体殺菌効果あるし体にもいいしね、緑茶を飲むようにしよう思って、またでもお茶買いに行かなあかんねん、どこ行こうかな、お茶売ってるとこまた買いに行ってきます、はい、ということで今日のあっちゃんの喉の調子が悪くてね声が小さいねんけど、まあ体調整えてまたみんなに笑顔で楽しくやっていきたいと思います、まあちょっとね体調が喉が痛いのが辛いね、この辺で終わりにしたいと思います、またねバイバイ、今日のあっちゃんの総礼良かったよと思ってもらったら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね、ではまたねバイバイ、まあ、次の動画昼ご飯までには体調戻しておきます、多分ね